マツダはかつて1967年から1972年にかけてコスモスポーツという車種を販売していました。約50年後の東京オートサロン2022でこの伝統を引き継ぐ形でコスムービジョンという車両が展示されました。コスモスポーツは当時世界で初めて ロータリーエンジンを搭載した2人乗りのクーペで、最高出力は110馬力から後期型では128馬力に向上していました。外観デザインは美しく、現代でも高い評価を受けています。このコスムービジョンは、千葉県の日本自動車大学校夏の学生がデザインしましたが、 当初のお披露目は新型コロナウイルスの影響で延期となりました。東京オートサロン2022でようやく展示され、そのベースは2015年式のマツダロードスター ND 型となっています。エクステリアにはフォルクスワーゲンニュービートルのヘッドライトや、マツダ CX5 のパーツが取り入れられています。 インテリアは高品質なブライド製シートやナーディ製ステアリングが装着され、パワートレインは1.5リッターのエンジンが採用されています。製作チームは現代風に昔のコスモスポーツをアレンジしたと述べ、特にデザインの再現性や外観の調整に苦労したと語っています。このコスムービジョンは、 実際に行動を走行したこともあるナンバー取得済みの車両であり、夏は毎年の東京オートサロンに特色ある車を展示しています。2024年には、成田港と袖池浦港からのカスタムカー、レストア車両、モータースポーツか、研究家からの車両、さらに広報で使用する移動教室車両を合わせて、 7台の車両を展示する予定だとされています。